パパです。ママです。ミエです。ハッピースマイル親子ラジオボリューム10。はい、始まりました。親子ラジオですね。今日は新橋を歩くということでお送りしたいと思います。はい、これ土曜日の昼過ぎ、まあ2時ぐらいですかね。はい。はい、おなじみ新橋の駅前 SL 広場から、フラット歩いていくんですけども、まあ今ねニュースなんかでとにかく夜のね居酒屋さんが、はい、ここは空いてますね、お客さんがすごいたくさんいますね、とかっていうニュースいっぱい見るじゃないですか、はい、もうそこで新橋といえばここっていう場所をちょっとご案内したいと思います。はい、駅からすぐそう、こっちはね、さっきの SL 広場の方からこっち、カラス森口の方に来ました、はい、で、こっちは飲み屋街が大体ね、ある通りなんですけども、この高架下、はい、JR 山手線とかの JR の高架下のここのお店がまあ、夜にぎやかなんですよね、大体、ニュースだったらね、モザイクかけたりとかしてるんですけどね、はい、まずこの派手な看板が見えますけど、日本食一さん、これ新しいお店ですね。ね、新しそうですね、はい、ここ夜遅くまで開いてます。へー、もちろんお酒出してます。新時代行ったことあります？昔、安いんですよ。もう今だからこの新橋で一番お客さんが入っていいやからこの新時代ですからね。あ、そうなんですね、うん、磯丸水産とか やってない、自粛して営業してませんから、うん、日高屋も夜8時までですし、うんうん、このお隣も開けてません。魚屋お味、うん、へえ。また新時代があるんですね、こっちに。そう、こっちの方がメインの店ですね。24時間やってるんで、ここもうこの昼過ぎでも結構お客さん入ってますし、はい、もう夜は多いです。すごいね、お客さん見えますね。むちゃくちゃ多いです、うん、ただまあ一時期みたいにね、はい、店の外でたくさんの人が並んで待ってる、行列作って待ってるっていうようなことは最近はちょっとなくなってきたかなっていう感じですね、はい、でこちらまたカラス森口のに戻ってきまして、はい、ちょっとこの奥にね、気になるニューショップ、新しいお店がありますのでご紹介したいんですけども、ちょっと歩いていきます。で、ちなみにこの奥に見えるトップスっていうこの大きなお店、これパチンコ店なんですけど、ここは少し前に閉店しました。そうなんですね、うん、パチンコ店も閉店しちゃうんですね。閉店多いですね。で、こちらに進んでいきますと、進んでいきますと PCR 検査の、あ、これね、ありますね。これがだからまたこれもオリンピックのね、オーストラリアの選手かなんかがこっちの方に来るからっていうので新橋をうろちょろしてるとかっていうのがニュースになってましたけどね、多分ここに来る用事でついでに観光でプラプラっとしたんだと思うんですけどね。はい、ありますね。で、この信号を渡ったところにもですね、実はちょっと 気になるお店がありまして、ここも比較的新しいと思うんですけど、やっぱねお店がどんどんね、いよいよ新しい店がオープンし始めましたよね。皆さんの街でもそうだと思うんですけどね。これですか？これがね、これはね、今日のお伝えしたいメインではないんですけど、はい、これオムライス屋さんができてまして、男のオムライス、はい、まあ、面白いですね。まあ新橋ですからねとりあえずがっつり系、がっつり系ですよ ねオムライスってね、女性っぽいイメージもありますけれども、そうそうそう、がっつり食べます、ね、店名が男のオムライスですから、ね、面白いんじゃないですかね。でもこのビルもね、この2階以外は全部飲み屋さんが全部テナント出ちゃいましたね。あ、そうなんですね。そして今度こちらの方に向かってさらに歩いていきます。赤レンガ通りの方に向かって、はい、烏森神社を、ね、そうです、右に向いて、よく覚えてらっしゃいますね、はい、ちょうどここで右を向くと烏森神社の参道になってますよね、はい、こじんまりとした神社ですけども、うん、でここをもう少し進んでみましょう。そしていろいろね店できてるんですよ。この中、はい、ほらエビのマークがあるでしょ、うん、これもねちょっと前にできた店ですね。へー、この下の黒い壁の鳥の下ですね、エビの、このマーク、
美味しそう。ラーメン、ラーメン屋さんなんです。これそうです、エビポタ美味しそう。僕はエビあんま好きじゃないんで、ね、私好きです。全然興味ないですけども、いいですね。でさらに進んでいきますと、我々も行ったことのある牛カツの店ありましたよね。牛カツの店、牛カツの店、元村ですね。あのこの地下にあったんですけど、なくなりました。なくなっちゃった。なくなってます。もうちょっと今厳しいのかもしれませんけど、あれナポリタンの店もありましたっけ。その後、跡地にこのナポリタンのパンチョが、ね、パンチョさんでも違う場所にあった気がしたんですけど、違う場所にあったのは、それがビルが建て壊しで移ったんです。牛カツなくなっちゃったんだ。牛カツはないです。パンチョもね有名ですけれども、うんうん、そして今回の一番のおすすめの情報ですね、はい、8月2日月曜日にオープン予定のこちら、うん、ツリー&ツリーズ、なんとドムドムバーガーが手掛ける新店舗です。おしゃれですね。なんか全然店舗のコンセプトが違いまして、日本で一番美味しいハンバーガーを提供しようっていうコンセプトらしいです。ドムドムバーガー、そう、あのドムドムバーガーですよ。あのなかなかどこにあるかね、もう最近じゃ分からないですけど、それ初めての店舗なんですね。初めての店舗です、うん、初めての店舗です。なんか一見カフェみたいな、そう、略してツリツリって呼んでくださいって言ってるんですそうなんですか。あら、結構なんかお値段がいい感じの和牛のね、あのちゃんとしたハンバーガーですっていう、そういうスタンスなんですよ。これ楽しみなんですよ。おしゃれですね。うん、ぜひ一度行って、あの日本一美味しいと目指してらっしゃるね、ハンバーガーを食べてみたいなと思うんですけど、でここってね、実はこれ隣は磯丸水産が入ってますけど、はい、このビル新築のビルなんですよね。でここって昔あのたい焼きが売ってる店があった、はい、ありました。そこの場所ですよ、これ。たい焼き屋もなくなっちゃったんですね。ないですね、ビル自体がないですから、建て替え。磯丸水産綺麗ですね。この並びのところに、はい、さっきのツリツリっていうのがありますのでね、ちょっとドムドムバーガーの本気を味わってみたいという方はぜひねここまで足を運んでみられるといいんじゃないでしょうか。いいですね。こんな感じでハンバーガーね、好きな人多いので、うん、新橋の駅からちょっと歩いたところにねこれありますので、はい、ってな感じですね。はい、結構お店が変わってて、結構ねやっぱり新しいお店増えてますよね。やっぱり今苦しくてね閉店するっていう場所が多かったですけど、いよいよ今度はもう出店っていうタイミングにやっぱなってきてると思うんでね、これからもいろいろそういった店の様子をね見ていきたいなというふうに思います。そうですね、でも結構趣向を凝らしたというかね、新しい感じのお店も増えてるので、うん、ちょっと行ってみたいなと思いました、うんうん、はい、はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。